高坂橋、高坂橋は、埼玉県坂戸市片柳と東松山市、毛塚の境にある追っ手川に架か,かる国道407号の橋である。高坂橋国道407号の追っ手川に架か,かる橋で、道路橋2本、歩道橋1本からなる密接した3本の橋である。橋九196.6メートル。橋の北詰めは、東松山バイパス。南詰めは、 坂戸が一発に接続する。また、この場所には、埼玉県道256号、片柳川越線と国道407号の旧道も接続している。橋の名称は、橋のかかる場所が、交差地内に位置することからその地名が付けられた。現在の位置にある交差橋は、大正時代にできたもので、それまでは、この場所に橋はなく、東場線の橋梁の屋や上流側に、 下吉田地区と川辺地区を結ぶ日光脇王館の橋が存在していた。また下流側には、現在もある江戸から上州に向かう川越小玉、王館の島田橋があり、これらの道は99川の坂下橋付近で合流していたが、高坂橋完成後は、高坂橋南詰で合流するようになった。AB 高坂橋1966から3。 土木学会附属土木図書館。2017年10月10日閲覧。ABC、角川日本地名大辞典編纂委員会、角川日本地名大辞典11埼玉県、角川書店。1980年7月8日。530ページ。ISBN40 億4千0 0万1104。 事後評価概要資料埼玉県埼玉県の事後評価概要資料では発祥195メートルと記されている。AB、残しておきたい、昭和の記憶。東松山市役所。P2、2017年10月9日閲覧。明治、大正、昭和の反応剣道館内の歩み。埼玉県。 P1 2017年10月11日閲覧。協梁年間、高坂橋詳細データ日本協梁建設協会。2017年10月10日閲覧。協梁年間、高坂橋詳細データ日本協梁建設協会。2017年10月10日閲覧。島田橋の周辺有限会社深田ソフト。2017年10月11日閲覧。ありがとうございます。